わあ、ごっつやつら。ほう、結構おるやないか。敵さんも本気出してきたの。で、どうするんだ。この人数相手だ。何か策はあるのか。お前ら二人なら勝つやろ。決まっとるやろ。片っ端からぶん殴るだけじゃ。ぬーにしら。拳で言ったろうぜ。はい。なら、俺も手伝うぜ。キリュウちゃんも。ああ。喧嘩したいだけやろ。やった。キリュウさんがいれば百人力ですよ。よかったっすね、親父。いや、あかん。あかん。え？これはうちが仕掛けられた喧嘩や。おお、筋通すね。関係ないキリュウちゃんは手出し無用や。でもうるさいわ。とにかく手出し無用って言うたら無用なんじゃ。それとも何か、わしらだけじゃ奴らを倒せんとでも言うか。マジマちゃん一人で倒せるよ。そんなもん。そんなつもりじゃん。事情は分かった。だがそれでも俺は手伝わせてもらうぜ。あ？なんでや。兄さんはさっき困ってる俺に手貸す約束してくれたじゃねえか。はいはいはい。それなのに俺が兄さんが困ってる時に手貸さねえわけにはいかねえ。こっちも筋通してきた。あんたの男気に応えてんだ。悪いがもう断っても無駄だぜ。もうこうなったら無理やな。キリュウちゃんだ。俺はそういう男だってこと、あんたなら十分知ってんだろ。しゃあないの。なら、キリュウちゃんには手出さずに手貸してもらおうかな。手出さずに手貸してもらおう。どういうことだ。キリュウちゃんには現場監督になってもらう。現場監督。現場監督。そう、現場監督や。マジマジャパンのキリュウ監督や。マジマジャパン。話についていけないんだ。キャバクラのオーナーの次は現場監督か。やつらの目的はわしらを倒すことやない。うちの施設を破壊することなんや。ほう。施設をちょっと難しいんちゃう、これ。喧嘩より。うちの施設ぶっ壊してヒルズ計画頓挫させて最終的に奪い取ろうっちゅうんがやつらを狙いない。ヤクザとかじゃないんか別に。なら施設を壊されずに奴らを追い払う必要があるわけ。守りながら戦えって感じやんな。その通りや。せやけどわしらは防衛戦が苦手での。はい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 。誠連れて逃げた時みたいだな。目の前の連中殴るのに夢中になって施設守るのを忘れてまうんや。せやからキリュウちゃんには施設を守りつつ奴らを追い払えるように全体を見て指揮してほしいんや。そういうことか。だがそんな経験ないからな。経験なくても大丈夫やって。キリュウちゃん、わしの男気に応えてくれるんやろ。しっかり頼むで。全ては監督責任やからな。わかった。親父、やつら来ますよ。さあどんな感じで指揮すればいいんやろ。やとや、行くで。キリュウちゃん、おう。乗り気やね。わじま建設業務開始や。建設しろよ、喧嘩すな。さてさてさて、見ててくださいね親父。どういう方法でやんねや。チュートリアル出るやろな。ほう、なんやなんやこれ。クランクリエイター、ほう。うわ、めっちゃ14ページもあるやん。ちょっと読むわ。全然わからんけどやってみるわ。さてと、回線。敵はどこや。敵はあれか、三角。ちょっと待てよ。どこを守るか。はい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 。ん、とりあえずマジマちゃんは攻撃やからこの辺おるか。で、待て待て待て、どうすればいいんや。まあ、これでいいんか。とりあえず回線しよう。このまま守りきれ。あれ、マジマちゃんしか選ばれんのか。いいね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 。
あ、罰で選択か。で、ここに持ってきて、はいはいはい。で、攻撃やから、あ、ちょ、待て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 、防衛やからこれ、防衛して敵撃退、あ、オッケー。あ、もう終わった。強化 S 全然わけ分かってないけど、大丈夫かな。オッケー、キャッシュが増えたよ。また来たね。あ、今度は左右に分かれてんのか。はい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 。で、お前はここに来て、で、あんたは、あんたここ、あんたここ、あ、ちゃあちゃあちゃあ、あんたここ、あんたここらへん。あ、こっちにもあるんか。こっちにもあるんやったらこっちに移動させて、で、防御できる。あ、オッケーオッケー。マジマちゃんは、あ、オッケーオッケー。これいけてんのか。評価 S やわ。これめっちゃむずいぞ。いろいろ考えなあかん。敵はあの一箇所ね。このまま守りきれ。オッケー、このまま守りきれ。で、あんたは遠距離から攻撃する。あんたはこっち行く。あー、ちょ待て、マジマちゃんこっち来て。マジマちゃんこっち来て。で、あんたも、あんた防御もできるから、ここね。はい。これでいいやろ。これでもう、バンバン暴れてくれ。いいよいいよ。あ、ちょ待て、お前。倒せ倒せ倒せ。オッケーオッケー、ナイス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 。よし。なるほど。敵襲があと1回。あと2回か。5分の4やから、左上な。よし。あの、キャッシュが出てきたよ。いい調子だ。キャッシュが出てきたよ。キャッシュ取る。ここに移動させる。マジマちゃんも移動させる。こっちは、この辺に置く。や、あ、オッケーオッケー。余裕やな、今回。キャッシュ取ればよかった。よし、ラストや。強敵出てきそうやな。あ、強敵来た。強敵来た、強敵。このまま守りきれ。よし、このまま守りきろ。お前ここ来て。お、真ん中から来るんか。ちょ、待てよ。じゃあ、お前こっち。マジマちゃん、ここ。あんたここ。で、遠距離から攻撃できるあんたはここ。防御は、まあ、この辺でいいか。まあな、動かさんと。あ、これもっと、ガンガン行こうやって。ガンガン行こうぜ。竜巻殺法ういういうい、強い強い強い。防御の極み、なんかようわからんけど、こ、勝ててんの。いけてる。あんた、あんたちょ、行こうぜ。あんたも行こう、あんたも行こう。あ、撃退。城崎防衛成功。本日の業務は完了だ。これが業務やったらやばいぞ、お前ら。真島建設の歌あるやん。可愛らしい歌歌って。よくやった、お前ら。いいね、評価 S。いいね、いいね、いいね。事務所に戻る。あ、なるほどね。これで、水商売アイランドと真島建設のなんかミニゲーム的な感じか。これでお金稼げるって感じやね、多分。これで片付いたかな。片付いたかな。やるやないか、桐生監督。采配やったで。ちょっとむずいな、あれ。なかなか難しいもんな。水商売アイランドよりはむずいわ。ブラボー。おっと、誰や。いやー、やっぱいい会社じゃん。待て待て待て、建設ってさ、武藤刑事やん。お、あんた誰だい。蝶野と武藤刑事やんけ。桐生だ。お前こそ何者だ。こいつらがボスか。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、本名で来た。武藤不動産って会社の代表だ。ういうい武藤不動産代表取締役、武藤刑事。武藤不動産、まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくてさ。そら無理やわ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中へ。はいはいはい。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。
お前らにくれてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ヒルズ建てた方が絶対儲かもんな。まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。な、長野。ああ。ビンタの人やな。ギャングチームカラーズ総帥。すげえな、長野正弘。俺のパートナーの長野だ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。キリュウさんだっけな。建築会社の一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだ。まあそこいらの建設会社じゃないからな。なかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいねえぜ。そうだな。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。もっとヤクザやこっちは。残念だが間に合ってるんでな。あ、そう。まあいいか。今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。長野がキララポジションやな、水商売の。助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃないか。武藤刑事が神崎くんやったっけ。例の三重師にお願いするか。三重師。俺は好きじゃねえけど。誰よ。三重師。地上げ三重師。地上げ三重師。聞いたことねえか。そんなん聞いたこともないわ。うん。あんたも建築会社の社長なら、それくらい覚えといた方がいいぜ。ちょっと手強そうやな、三重師。すぐに会えるかもしれねえから、楽しみにしとけ。最終的にはこいつらとやり合うか。腹減っちまったよ。おう。なんや。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで。次はマジで行かせてもらうからな。ふん、上等だ。こっちも本気で行かせてもらうで。三重師だかなんだか知らんが、まとめて相手したるわ。かかってこいよ。ヒルズ計画は金のなる気。お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前ら、いたきたにしてやるから。覚悟しとけよ、こら。いや、見た目の割に声は普通よな。すまんの、ケルちゃん。面倒なことに巻き込んでしもて。兄さんには世話になってるんだ。これくらい、お安いご用さ。関係やな、本物の二人。計画の邪魔させねえ。帰り討ちにしてやろう。やる気満々やん。そやな。なんや、久々にキルちゃんと共闘できると思うと、ヒートばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らせたるで。キリュウ監督率いるマジマジャパン。おいおい、本格始動や。なんで今出てくんねん、いいとこやのに。おっと、すみませんね、三重師の皆さん。三重師出てくる。今日はお集まりいただいて。どんな奴らや。おう。お前らが俺たちを誘うの珍しいじゃないか。食ってみな、飛ぶぞやん。嫌われてるかと思ってたのによ。長州力、長州企画代表取締役。飛ぶぞ。嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか、大先輩方。プロレスラーの塊やな。そんなことはどうでもいい、早く予見を言え。喉潰れてる人な。天竜工業代表取締役、天竜源一郎。天竜さん、相変わらずせっかちだな。みんな本名やな。今日お集まりいただいたのは、他でもない。カムロ町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。カムロ町ヒルズ。もう一人誰や。おお、いいじゃねえか。金の匂いがするな。金の匂いがするな。藤波代表取締役、藤波、なんて読むか分からん。
んだそのなんとかヒルズってのは。そんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえと。この3人滑舌悪すぎるやろ。いいその計画ぶんどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？長野山党が俺たちに頼むってことは、相手の一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、マジマジャパンですよ。その通りです。ヒルズ計画を請け負っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で、あ、知ってんねや。島の狂犬と言われる武道派だそうで。へえ、そんなやつが建設会社。お前喋らんとってくれ、おもろすぎる。いろいろだな、おい。そしてその真島の側近桐生一馬。桐生もバレてんのか。東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の。それに喧嘩うんのはすごい根性してんな。どうした天竜。いや、なんでもねえ。なやなや天竜。要はその桐生ってのと真島ってのが手に負えないから、俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒してカムロ町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる木、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。武藤が普通に見えんな。俺はやるで、金なら何でもやる。金なら、スタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。棒読み感半端ないぞお前。ドラゴンと呼ばれてる男だからよ。ドラゴン、また竜か。天竜も竜やしな。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。長州さんは最近ちんけな案件ばっかでな、歯ごたえのある相手を探してたんだよ。見てるこっちが恥ずかしくなるな、こいつら。島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。革命戦士。天竜、お前はどうする。最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってんなら話は別だ。なんかキリュウに恨みあるんか。乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三重師の皆さん、よろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げます。競わせるんかよ。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。ふん、誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろう。早速準備しねえとな。お前らには悪いが、報酬は俺がいただくで。いやぐえ。言えてないやん。思い詰めてんな、カズマ。バリ思い馳せてるやん、キリュウに。オッケー、一旦セレナに戻ろう。よっしゃ、戻るか。申し訳ないけど、あいつら3人ちょっと恐怖がないな、あんな喋り方されたら。よっしゃ、戻ろう。よし、セレナ戻ってきたよ。一席空いてる。ソーシャルディスタンスしてるやん。12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの。そうやったな。
たわ、こゆっくりす。何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。うん。どうしてそんなこと聞くの？何が待ってるかわからんもんな。俺の両親は登場界に殺されたんだ。ああそうそう、風間さんにな。え？そのことか。1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。うん。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？そうやな、そんな覚悟あるんか？お前に。私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。まあ普通はそうやんな。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか。なるほど、ちょっとは覚悟あるね。なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて登場界を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらね。本気なの？優しい桐生ちゃん。あなた登場界の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。関わってるんかなこれ。そうね、そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。ついてくんのか。二人とも根性座ってんな、ほんま。お、マジマ編一章が解放されました。タイトルメニューから選択できます。あ、マジマ編もあんねや。なるほどね。六章、エズ。絵図か、誰かが絵描いてるってことやんな、今までの事件が。ああそうやそうや、和樹ね、スターラストの。ってことは伊達さん出てくるやん。真島編もまたやりたいな。後で一気にやった方がいいんかな。とりあえず進めようか。さ、鬼瓦と伊達さん、お久しぶりですね。あれから1年だ。ゆうや、あの時は伊達さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘？俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。おー、高校生やったもんな、1年前。しかし初めて会った時はチンピラみたいだったが、店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。照れんな照れんな。出たな、和樹。いらっしゃいませ。おお、久しぶりだな。こちら俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。通称鬼河原です。あんたが和樹さんか、よろしくな。カッコつけてんの。よろしくお願いします。引っかかった？警視庁に。不愛想なおっさん二人で押しかけて悪かったな。いいえ。ところで今日はどんなご用件で？お前だけに話があるんだ。あ、俺つまみを用意してきます。
さあさあさあ、和樹、どんな交流したんや、リュウジと。喋ってくれるんかな。お話とは、今から1時間後の午前1時、ここへ捜査陣がガサ入れに来る。え？どうしてうちの店に？ここだけじゃない、めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。はいはいはい。何かあったんですか？この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によると、どうやら外国人の組織が欲しいらしい。うん。外国人の組織。あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸つぶれだ。そこでだ、400人の捜査人を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でもこの店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不衛法にいろいろ引っかかったことがあるんだろうが、早いとこ店閉めねえとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあ。でもどうしてそんな重要な情報を私に？あえて？1年前この店には迷惑をかけた、そのお詫びだ。そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。なるほど、これで泳がせるってことか。さあ、これで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。俺には信じられねえ、奴が海外組織の一員だなんてな。いや、俺も信じられへんよ。それだけのことをやらかした組織の一員だ、簡単には見破られやしねえさ。本日の営業はこれで終了となります。誠にありがとう。地味な女の子が来てたな。今変わった様子もねえようだ。組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。奴はみんな警戒するんだろうが、いつまでもここにいたら不自然だろう。まだ上がらないぜ、奴がどう動くか。さあ動くんか、和樹。走った。何？ほら来た。行くぞ、誠。走った。あ、ちょっとどうしたんですか、伊達さん。ゆうやは何が何だかわからんな。伊達さんの下の名前誠なんや。